こんにちは、信太郎です。今日はマイクのレビューをしていきます。マイクはファイファインの K669B です。このマイクの特徴としましては USB タイプで PC に直接 USB をつなぐだけというお手軽なものです。コンデンサーマイクみたいにミキサーなどを別途用意する必要はないということです。PC はもちろん PS4 などでも使えるみたいです。そして単一指向性のマイクなので一人でやるゲーム実況などにも向いてます。で、見てもらったらわかると思うんですが、このマイク見た目が非常にかっこいいです。高級感のある本当にコンデンサーマイクみたいな感じ。で、この見た目で安いっていうのが一番の魅力かなと感じます。では開封した時の動画を撮っていますので見てみましょう。中身なんですが、まあ、ほとんどスタンドとマイクですね。で、これ重さなんですけど、305g。で、スタンドが 80g で、まあ、非常に軽いですね。僕使ってるやつは、まあ、倍、僕が普段使ってるやつは倍以上の重さがあるんで、非常に軽いです。で、ケーブルの長さが 180cm なんで、まあ、十分かなと思います。次に気になるところは、やっぱり音質かなと思います。価格が同程度のマイクと比較してみたいと思います。比較するマイクは前に使っていた一番最初に実況を始めた時に買ったマイクですね。ソニーの ECM-PCV80U です。信太郎です。マイクテストです。ソニーのマイクを使っています。信太郎です。マイクテストです。ファイファインの K669B を使っています。音質は二つとも全然違うんですが、どちらがいいのかと言われると、いまいちちょっとわからないというか難しいですね。好みの問題になってくるのではないかなと思います。でも、ファイファインの方が拾う音に安定感があるような気がします。あとはソニーの方はホワイトノイズがややありますので、個人的には今回のファイファインの方に軍配が上がったかなという感じです。コメントにてあなたの意見を教えてもらえたら助かります。そして実際に使ってみて分かったのですが、こちらのマイクなんとミュートボタンはついていないのですが、ミュートにできます。やり方はマイク本体の音量ボタンを一番下まで下げることです。個人的に生配信でミュート機能は必須なので、この時点で配信者には非常におすすめできるマイクかなと思います。先ほどのソニーのマイクはミュートボタンがついているんですが、音がちょっとうるさくて不快なんですよね。ちょっと比較してみます。ソニーのマイクのミュートボタンを一回切って元に戻します。ファイファインのマイクです。音量を最小まで下げてから元に戻します。戻しました。次はずっと喋り続けながら、音を発しながら、音量を最小にして元に戻します。音量を最小にすることによってミュート状態になっていたと思います。ミュートするときにやや音はしていましたが、ソニーほどは大きくなかったです。僕は最初にマイクを買うとき、3000円から5000円帯ぐらいのマイクがちょうどいいのかなと思います。僕が買ったのもそのぐらいですし。そうなった時、初心者なんで、実況を撮り始めるんですけど、マイクどんなのがいいですかとか聞かれることもあるんですけど、そういう場合は予算が少ないならソニーの、さっきのやつをおすすめしてたんですが、まあ、今回のファイファインのマイクを使ってみて、まあ、完全にちょっと意見が変わったかなという感じです。このファイファインのマイク、この値段帯ではすごくおすすめです。安い。まあ、安いのはもう重要ですね。で、音も、すごく高いマイクとかに比べたら、やっぱりそれは性能に差があるんですけど、全然悪くはないかなと。で、やっぱり大きいのがミュートにできることかなと。まあ、ここら辺かなと。この3つが特におすすめのポイントですね。まあ、強いて悪いところ、まあ、あんまりちょっとないんですけど、コスパ的にはめちゃめちゃいいのであんまりないんですけど、まあ、やっぱりよく言うと、ミュートに
できるんですけど、できればボタンの方が、ミュートボタンだったらなお良かったなと。音が鳴らないミュートボタンだったらなお良かったなと。それがあればもう完璧かなと思います。まあ、この値段でそこまで文句言うのはちょっとあれかなと思いますけど。まあ、予算があまりなくマイクをとりあえず試してみたいなという方には非常におすすめです。特に生配信やり始める方にはおすすめしたいです。ちなみに今回の動画もこの Wi-Fi のマイクを使って撮っています。この動画を撮っている時の Amazon での価格が4334円。まあ、結構価格が推移しているんで、まあ、4000円から5000円の間ぐらいで買えるのかなと思います。概要欄にリンク貼っておきますので、気になった方は購入してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。信太郎でした。